農道離着陸場。農道離着陸場とは、1988年、昭和63年に始まった、農林水産省の農道離着陸場、整備事業により、農道を克服して作った空港の一種。別名、農道空港とも呼ばれる。空港種別では、場外離着陸場に分類される。農道離着陸場、整備事業は、1998年、 平成10年に事業廃止。現在までに8カ所が建設された。農道の機能拡充を模索する中で、小型飛行機により付加価値の高い農産物を空輸することで地域の農業振興を図る目的で作られた。ゆくゆくは旅客輸送まで視野に入れた計画であったと言われる。当初から輸送コストが高い、建設、維持費など考えると、黒字化はとても無理。 旅客化は、運輸省、当時の空港建設計画と重複し無意味などと批判が強かった。しかし、バブル期で経済規模が拡大している時代でもあり、地方自治体や農水省は、結果的に実態とかけ離れた需要予測をもとに建設を推進した。1989年、平成元年5月に、ビバ市茶市内町3区の空地、中核工業団地内に、 仮設の滑走路を開設して、同年6月2日に、チャーター機で仙台空港との間で輸送実験が行われた。実験的な運航の初期の同年6月20日には、早くも空にで離陸する便が生じるなど、実験段階から問題が表面化していたが、自治体速などの推進姿勢が変わることはなかった。こうした実際に、農産物を空輸する実験は、同年7月に、 目満別空港を経由する形で北見市でも行われている。1991年平成3年8月に新徳町農通り着陸場の一時舗装が完成したため翌月9月2日にチャーター機で仙台空港との間で輸送受験が行われた。1991年平成3年10月に岡山県笠岡市に 笠岡地区農道離着陸場、笠岡ふれあい空港が建設。翌1992年、平成4年4月に、法比地区農道離着陸場、現、大分県大飛行場、同年7月17日には、新徳町農道離着陸場、北海道が、1995年、平成7年6月に、飛田農道離着陸場、飛騨屋パーク、岡県、 1997年、平成9年10月10日に、ビバイ市能通り着陸場、スカイポートビバイ、北海道、同年10月13日に、北見市能通り着陸場、スカイポート北見、北海道、同年10月に、余市能通り着陸場、アップルポート余市、北海道が、おのの正式に開業し、1998年、平成10年4月に、 農道離着陸場整備事業で最後となる福島市農道離着陸場福島スカイパーク福島県が正式に開業した農道離着陸場は8カ所すべてが同一規格800メートル上25メートル幅を中心とする場外離着陸場で VFR 有志会飛行方式のみ対応するまた運用時間も昼間のみで 北海道など積雪地域では冬期間閉鎖する離着陸場もある。また農道を拡張する形で建設されたため、飛行場としての基本的要件を十分に満たしているとは言えず、地形や欧風の影響を受けやすい。離着陸に関する情報入手のためのフライトサービスや給油などが常時可能な離着陸場は4カ所程度である。1989年、 平成元年6月20日にビバイと仙台の間で行われていた運行実験で早くも空にで離陸する便が生じるなど実験的な運行の初期の段階から問題が表面化していたが事業は大きな見直しもないまま進行したそして悪天候時に離着陸ができないために新特徴農道離着陸場の初年度の就航率は 約63%止まり、輸送量も割高であるなど正式な開業直後にも問題が相次いで表面化した。また、行政からの補助金を受けた委託事業として当事業向けの農産物を作っていた農家も多く、補助金の打ち切りとともに空輸による販売を前提とした農作物の作付け、生産自体が大きく減少して、罪が集まらなくなるという事態も発生し、 そのことにその年の天候不順による生育遅れも重なったことから、1997年、平成9年の新特徴農道離着陸場の農産物の空輸実績は早くも例となった。北見市農道離着陸場も2005年、平成17年は年間で1回だけ、2006年、平成18年度には農産物の空輸実績は例となっていたことから、 北米市長の諮問機関が廃止の検討をするよう提言する事態に至った。こうして点を含めて数々の問題が生じたことから結果的に建設されたすべての農道空港が赤字となった。現在は地元自治体の補助金などで細々と運営されている。本来の目的での使用が伸び悩む中、2000年平成12年に給油施設や 無線設備などを整備して、北海道が防災用ヘリコプターの離着陸場所として活用を始めることになったほか、同年9月には、軽飛行機のラリーが、余市農道離着陸場で開かれるなど農産物、輸送以外での活用の模索が始まり、2001年、平成13年には、規制が緩和され農産物輸送以外の利用も、正式に可能となったとでドクターヘリや、 防災ヘリコプターの離着陸場としても活用されているほか、休館輸送の際に救急車からヘリに移送する中継地点にも利用も行われている。多くは住宅密集地から離れ混雑していないため、飛行計画の自由度が高く、不定期の遊覧飛行や極技飛行の訓練にも利用されている。またモーターグライダーやスカイダイビングなどのスカイスポーツにも利用されるようになっている。 滑走路の広さを活かして、イベント会場などとしての貸し出しも進められ、1998年、平成10年5月には早くもよさこい騒乱祭りに、向けた踊り手たちの練習会場として貸し出されている。他にも大型トラックの凍結路面での、走行実験やラジコン飛行機大会や、盆踊り会場といった祭りや、大会の会場、自治体や、消防の防災訓練の場としても利用されている。 ただし、こうしたレジャー関連などの本来の目的外の用途が中心となることへの疑問もあり、北見市では市議会から維持費に見合う使い方を求める意見が出されたほか、市長の諮問機関から廃止の検討をするよう提言されている。農道離着陸場の管理、運営を自治体から NPO などに関する事例も見られる。 宝地区農道義離陸上では一層の利用拡大を図るため1997年からチャーター便などの人員輸送も可能なその他の飛行場に格上げされ現在の大分県王飛行場の名称に変更された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。